西村経済再生担当大臣は新型コロナウイルスの感染拡大による医療現場への影響を確認するため都内の病院を視察し病院関係者と意見交換を行いました西村大臣が視察に訪れた東京大学医学部附属病院からは新型コロナウイルスへの対応により医療現場が崩壊寸前の状態にあるという懸念が伝えられ国には財源の心配をなくしてほしいと要望が出されました 今回、診療報酬を倍増する形で医療機関の財政的な負担にはお応えをしてきておりますしさらにどういった対応が必要かですね、お話を伺いながら検討していきたいとこれに先立ち西村大臣は政府が創設する自治体に向けた1兆円の臨時交付金について 自治体が休業要請に応じた事業者に支払う協力金や支援金として活用することを認めると明らかにしました。臨時交付金については、かねてから全国知事会が協力金として使えるよう政府に求めていて、国が自治体の要求を飲んだ形です。